ハリー、ロックハート先生の闇の魔術に対する防衛術の授業が始まるわ。私、ロックハート先生の本が大好きよ。素晴らしいわ。闇の魔術に対する防衛術の教室は4階よ。私たちについてきて。お前がいるとイライラする。あ、ハリー気をつけてよ。僕のカブトムシのペンチは姉貴たちのよりも上物なんだ。よかったら見せてあげるよ。ごめん。いや、僕はアーサー、非魔法族のクリケットボールのコレクションを持ってるよ。あいつのことは気にすんな。マリリンの弟のアーサーでちょっと変わってるんだ。僕のカブトムシのペンチは姉貴たちのよりも上物なんだ。よかったら見せてあげるよ。クリケット、リクタスセンプラ呪文を覚えたら、まず最初にグリフィンドールに試すんだ。ガチ冗談だよ。失礼。ごめんなさい。話をしてる暇はないぜ。特にお前とはな。気をつけなさいよ。私雲が大嫌い。あれを見ると鳥肌が立つの。汽車で会えなくて残念だったわ。私雲が大嫌い。あれを見ると鳥肌が立つの。ごめんなさい。この扉は閉まってる。今のところあんたと取引できるものは何もないわ。商品を補充しておくから、また後で来てちょうだい。アロハ。アロハ。ハリー、新学期によく戻ってきたな。運がええことに俺はまだここの番人をしちょる。俺の小屋が粗末だというやつがいるようだが、俺には十分だ。いい天気だ、そう思わんかハリー。今年は小屋にペンキを塗ろうかと思っとる。今年は畑がいい具合に育っとる。イノシシがくせえなんていうやつがいるが、やつらの身にもなってみろってんだ。イノシシは泥んこになるのが一番幸せなんだ。ナメクジどもがまた俺のカボチャを食ってやがる。非魔法族の連中は実に奇妙な名前を野菜につけとるな。イノシシがくせえなんていうやつがいるが、やつらの身にもなってみろってんだ。歩くのって最高ね。車を飛ばす以外に何かできるの？ポッター、まだ今学期は始まったばかりだ。これから何が起きてもおかしくないぜ。お前がいるとイライラする。あっちに行け。ポッター、まだ今学期は始まったばかりだ。
今のところあんたと取引できるものは何もないわ。商品を補充しておくから、また後で来てちょうだい。私は決闘が行われる大広間だ。くれる？じゃあな。やあ。あんた何探してんの？気をつけなさいよ。あら、あんたね。気をつけなさいよ。あんたと話してる暇はないの、もう。じゃあな。気をつけなさいよ。やはり。あら、あんたね。失礼。話をしてる暇はないぜ。特にお前とはな。ポッター、用心しなさいよ。気をつけなさいよ。今年こそハッフルパフが寮対抗杯で優勝したいわね。汽車で会えなくて残念だったわ。私クモが大嫌い。あれを見ると鳥肌が立つの。ハリー、闇の魔術に対する防衛術の教室は上だよ。急いでハリー、本物のギルデロイ・ロックハートに会えるのよ。お前は2年生だろ。下級生と話している暇はないんだ。すまない、ついさっき最後の一つが売れちゃったよ。悪いな、品切れなんだ。また後で来てくれ。失礼。やはり悪いけど、何か交換しない？おしゃべりしてる暇はないんだ。失礼。ごめん。気をつけろよ。悪いけど、おしゃべりしてる暇はないんだ。ごめん。いや。失礼。どうせならバスを飛ばして僕たちみんなを乗せてくれればよかったのに。気をつけろよ。失礼。わお、ハリーポッターだ。サインくれる？失礼。悪いけど、おしゃべりしてる暇はないんだ。やあ。気をつけろよ。失礼。ごめん。失礼。やはり。失礼。何か交換しない？あっちに行け。お前は2年生だろ。下級生と話している暇はないんだ。悪いな。あっちに行け。ポッター、まだ今学期は始まったばかりだ。これから何が起きてもおかしくないぜ。お前がいるとイライラする。やはり。何持ってるの？期間限定発売のレタスクイムシのネーキがありますけどね。取引を行うには背後、断る場合はいいえをクリックしよう。
ハリー、あなたと取引できて嬉しいですわ。何持ってるの？期間限定発売のレタスクイムシの粘液がありますけどね。ビーンズが足りないみたいですわ。ビーンズをもっと集めてからまた来てちょうだい。こんにちは、お若いポッター君。ヤーニック、長年ホグワーツにいますが、ここにはまだか秘密がたくさんあるようです。ここは特別な場所です。銀の魔術師のカードを集めれば中に入ることができますよ。そのドアには鍵が4つあります。銀の魔術師のカードを10枚集めるごとに鍵が1つもらえます。ホグワーツや校庭中を探して銀の魔術師のカードを40枚集めなされ。今はこの扉を通るのはやめておこう。なんでこの扉は閉まってるんだろう。ま、いいか。ブリフィンド！なんでこの扉は閉まってるんだろう。ま、いいか。ミスターポッター、授業はどうしたんですか？光よ。ハリー、今学期はあなたを医務室で見かけないことを祈ってますよ。無事で何よりです。ここで何をしてるんですか？アロハ！ハリー、その戸棚には触らないように。危険な薬が入っていますからね。ハリー、今学期はあなたを医務室で見かけないことを祈ってますよ。ここで何をしてるんですか？アロハ！
それをどこでやるのか覚えてるよね。一刻も早くここを出た方がいい。フィルチが近くを見回っているに違いない。おやおやおや、何かの割れる音がしたかと思ったら、これはハリーポッターとアンティークで大切な花瓶の破片じゃないか。管理人のアーガス・フィルチは学校中の生徒からひどく嫌われていた。生徒の何人かはフィルチが彼の猫ミセス・ノリスを使って生徒をスパイしてると信じていた。本当です、落ちてたんです。来い、こっちへ来い、引き裂いてやる。今のは何だろう。なんだ、何のことだ。声が聞こえるぞ。声が聞こえただと？そんなたわごと誰が聞くものか。この件で今後はお前に目を光らせるからな。わしがここを片付ける間に早く行け。何か聞こえたぞ。すごく生々しく聞こえた。また学校の貴重な所有物を壊しに戻ったのか。ここから立ち去るんだ。ポッター、俺を出し抜こうったってそうはいかないぞ。貴様の企みなど全てお見通しだからな。ポッター、貴様が入ってはいけないところでうろついているのをミセス・ノリス、あ、いや俺が見たぞ。今度見つけたら先生方に報告するからな。ホグワーツに残りたいなら規則に従うんだな。ハリーポッター、いいか、貴様から目を離さないからな。また学校の貴重な所有物を壊しに戻ったのか。ここから立ち去るんだ。闇の魔術に対する防衛術の授業にようこそ。私は有名だからしてあえて自己紹介する必要はないと思いますが、君たちのために喜んでいたしましょう。私はギルデロイ・ロックハート。クンさんとマーリン勲章、闇の力に対する防衛術連盟名誉会員、そして週刊魔女チャーミングスマイル賞を5回連続受賞しています。全員が私の本を全巻揃えたようだね。大変よろしい。今日は決闘で使えるリクタスセンプラ呪文をお教えしましょう。リクタスセンプラ呪文はコーンウォール地方のピクシー小妖精みたいな厄介な生き物と戦う時に便利です。最初は誰が挑戦しますか。ハリーポッター、前に出てきてくれませんか。いいわね。頭の中を真っ白にするんです。ハリー、私のことでさえ考えちゃいけません。さあシンボルに集中して。杖が見えますか。杖が矢印の上に来たらその矢印と同じ矢印キーを押しなさい。この練習は3つのレベルがあります。次のレベルに進むにはそれぞれのレベルにおいて全ての矢印を正確に押さなくてはなりません。第1レベル始め。よくできましたハリー。では次のレベルに進みましょう。グリフィンドールに5点あげましょう。第2レベル始め。よくできましたハリー。では次のレベルに進みましょう。グリフィンドールに10点あげましょう。
第三レベル始め。ハリーお見事です。私のような教師から学べて幸いですな。さあこれで練習は終了です。グリフィンドールに15点あげましょう。リクタスセンプラ呪文をマスターしましたね。もちろん私の最初の時ほどうまくはありませんでしたがね。さあ次は私が発明したリクタスセンプラチャレンジに挑戦して、今まで習ったリクタスセンプラ呪文のおさらいをしてみましょう。幸運を祈っていますよ。